谷口明正は、三重県出身の競輪選手。日本競輪学校第103期生。日本競輪選手会三重支部所属。ホームバンクは松阪競輪場。師匠は萩原美佐夫。小学4年生から中学校、高校、大学、クラブチームと17年間、バスケットボールで活動。2012年までは、京都府で会社勤めをしていた。 会社勤めをしていた頃、先輩を通じて自転車競技と出会い、自分の体一つで人生を変えれる競輪に惹かれ、京都で会社勤めをしながら、毛利翔平や伊藤康文に教えてもらい、日本競輪学校適正試験を受けていた。しかし、必ず二次試験で落ちてしまうので、本気で競輪選手を目指し技能試験を受けるためにも、会社勤めを辞め、地元三重県に戻り、 本格的に自転車に乗る練習をすることにした。そこで、師匠である、萩原美沙夫と出会い、1から10まで教えてもらうことになった。そして、2012年に、日本競輪学校に入校。在校競争成績は、第16位であった。なお、2011年に開催された山口国体で、自転車競技 1km タイムトライアルに出場し、優勝を果たしている。 デビューは2013年7月16日、ホームバンクの松坂競輪場でデビュー戦を初勝利で飾った。初優勝は2013年10月2日から開催された和歌山競輪場にて初優勝を果たす。2017年10月5日、小田原競輪場にて100勝目を達成。ありがとうございます。